サイとは少し分かり合えてよかったわ。最初はどうなることかと思ったけどね。ヤマト隊長は最後まで掴みきれない性格だったわね。一番謎かも。やった！それがいいところなんだろうけどさ、もうちょっと落ち着きがあるとなおいいんだがね。ダメだったらしいな。とはいえ沈んでばかりいてもしょうがねえ。いや、お前のことだ。もう次を見据えてるんだろう。腹が減ったならいつでも寄っていきな。お前はお得意様だからな。チャーシューをおまけさせてもらうぜ。やった。よっ、チョッ！